逆にちょっと、まあ、若手じゃなくてですね、もうそれこそ石田さんと同年代の方とかでも、はい、もちろん行った方がいいと思うんですけども、うん、そういった方々に対して逆にアドバイスとかっていうのはありますか？本当にその OZ と付き合うよりも、うん、あこの人と会えてよかったなっていう形で会を使うといいでしょうね、はい、ああなるほど、うん、それはそうですね、と若い人以上に確かにそこは意識した方がいい。この間大きなパーティーがあって、はい、まあ500人ぐらい人が来てましたけど、この人に会えたからよかったっていう人一人だったんですよね。あでもその一人でも、あもう全然全然いい、ね、もうとても素敵、うん、いいですよね。だから大勢と名刺交換すればいいわけではないし、まあ、そういう人がいない場合もありますよね、はいはい、それとかもう静かに帰ってきた方がいいんじゃないでしょうか、うん